一番大切な一言がこれです。まだわからないよね。書いてあったでしょう、う教科書に一番最初、二重の鍵ッコで。つまり結論を即断するなということです。何が本当かを 決めることは難しいでしょさっき言ったみたいにもともとそれについて知ってなかったらあ本当は嘘ってのはなかなかわかんない。だけどまだわからないよねっていうのは何が本当かを決めないでおきましょうってことだからこれはもう今日からすぐできる。もうこの授業が終わって最初に出会う初めて聞く情報からもうすぐまだわからないよねってつぶやいてみてね。これは知識いりません。意識だけあればできます。あ、 これ僕初めて聞くな。私初耳だな。じゃあ止めよう。意識だけして。さあ、こうやって止める情報、どんな情報に特に気をつけたらいいか。実はとても覚えやすい覚え方があります。気をつけるべき情報は、まずこれは聞いたことあるでしょ。コロナは3密に気をつけましょうって。なんか聞いたことある人、3密って言葉、なんとなく。ああ、聞いてますね。はい、ありがとう。 密,閉密集、密接に気をつけましょうってね、みんな言われたよね、これどういうことかっていうと、密閉っていうのはね、閉じないで、窓を広げて新鮮な空気ちゃんと入れようねっていう話でしょ。密集っていうのは、もうわーっと人が集まってるところ、まあみんな行ってるからいいやって言って、つられて出てくと、移されちゃうよっていう話。密接っていうのは、近い人ほど移りやすいからねって、距離に気をつけて、ソーシャルディスタンスなんて聞いたことある。ちょっとずつね、2メートルぐらいずつは離れようよっていう話。 で、実は、情報も3密に気をつけるんです。いいですか、密閉、密集、密接、同じ。まず密閉からいくよ、情報源が1つしかない、出どころが1箇所しかない情報、これは危ないです。これ、絵の下を見ててね、左下のところ見ててね、ここね、コロナのウイルスは窓を広げて新鮮な空気を入れるようだったけど、情報は窓を広げて、他の情報も入れましょう。 ね、後で詳しくやりますけど、一人が言ってることだけですぐ信じないで、え、他の人はどう言ってるのって聞いてみる。真ん中行きます。密集。いいねがうわーっと増える密集情報。急にみんながうわーっと言い出した、ね。なんかブームになってる情報ってあるでしょ。それみんな言ってるよとか。さあ、これ、イラストの下見てください。さっきは、ね、みんなが言ってるとこに連られていくと映っちゃうよっていう話だったけど、今度は、字よく見ててね。 みんなが言ってるにつられれるるななっっててことですそれみんな言ってるから本当だろうってみんなすぐ思っちゃうんだけど分かんないよ言ってる人の人数とそれが本当か嘘かの間には別に関係はありません少しの人しか言ってないけど本当のこともあるしみんなが言ってるけどデマでしたってことだってあるからでこれもよく気をつけなきゃいけないで次右の密接友達や家族の密接情報あここ見てね 近い人ほどコロナはうつりやすいっていうのがあったけど、情報も同じです。近い人から来る情報ほど信じやすい。ついついさ、仲良しの友達とかが言ってると、あるいはお家の人が言ってると、それだけで信じちゃうよね。だけど、その人との仲の良さと、その情報が本当かどうかの間には関係はありません。とっても仲がいい人だって、もしかしたら勘違いしたこと言っちゃってるかもしれないし、ね、全然知らない人でも本当のこと言ってるかもしれない。だから、この、 密閉、密集、密接の3密情報には特に気をつけた方がいいんです。でも気をつけるって言ったとおどうやって気をつけたらいいか、これからやっていくけども、まずその前に最後に言った、親しい人の情報に気を、もうね、そのまま信じないでねっていうのはどういうことかっていうとね、デマを流す人ってみんなこんな、こんなイラストのイメージない。こういう人が、悪い人がみんなを騙そうとしてデマ流すんだっていうイメージない。でも本当はね、 デマを流す人の多くは、こういう人なんです。いい人なんです。いい人が、これはとっても大事な情報だからみんなに広げようって言って、ね、間違った情報を広げちゃうっていうことが多いんです。だから、みんなだっていい人でしょいい人ってことはみんなもやっちゃうかもしれない。ね、いいことだから広げようっていう気持ちがあるから、どんどん感染力が強いウイルスみたいにバーッと広がっていっちゃう。だから本当にそこは気をつけて、 初めて聞く話だなと思ったらとにかくすぐは広げないで「まだ分かんないよね」とつぶやいて一回止めてください。